はい、どうも、デラキナスでございます。戦いセブンガー、ついにコミック化されました。すごいですよね、セブンガーの出世。っていうのもね、びっくりなんですけども、今回この戦いセブンガーのコミックを買うと、じゃん！怪獣ボールセブンガーの、なんと、ウルトラ怪獣シリーズがゲットできるぞということで、今回ゲットいたしました。本日ね、7月の8日発売ということで、ゲットいたしましたよと。そして早速中身がジャジャジャーンとこんな感じでございまして、袋から出すとジャジャーン！怪獣ボールセブンガーでございます。すごーい！いや、ちょっと、これは、快挙ですぜ、旦那。いや、一昔前こういうの多かったじゃないですか。あの、フィギュア王とかさ、雑誌特典で、新規造形のソフビ人形がついてくる系のやつ。もう今ね、そんなのね、ないですよ、はっきり言って。珍しくね、そういうのが出たっていうところと、新規造形なんですわ、今回。怪獣ボールセブンガーと特空機のセブンガーって実は形が全然違うんで、多分流用ね、ほとんどできないと思うんですよ。で、今回怪獣ボール版ってことで、いや、ちょっと待ってよーと、すごーいっていうね。早速ね、足元からずいっと見ていきたいと思うのですが、いや、いいですね。まずこのメタリックな、このボディがね、かっこいいですけれども、いや、でも、早速ヨレ感出てるね。早速ヨレ感が出てるよ。いいですね。もう、お腹のヨレ感がすごいの。特空機のセブンガーはすごくメタリック。でもメカニカルでさ、かっこいいじゃないですか。モールドも細かくて。いや、で、怪獣ボードのセブンガーは、すごいね、シワシワなんですよ。ウルトラマンレオとか、まあ、ミキの昭和ウルトラマン、まあ、怪獣とかって結構シワがね、寄ったりすると思うんですけれども、例に漏れず、このセブンガーっていうのもですね、かなりこう、ヨレッとした感じの、フォルムとなっておりまして、ゆるキャラですかと、ゆるキャラですかと言わんばかりの、フォルムをね、しているわけですよ。いや、そういった部分がね、しっかりと再現されていて、あとね、全体的に体色もね、結構グレー味が強いというか、特空機のセブンガーよりも、後で特空機とね、並べてみたいと思いますけども、特空機のセブンガーよりも、やっぱグレーの感じがね、ちょっと濃いというか、キラキラ感がないんだよね。多分こだわってるんじゃないかなと僕はね、思いますよ。お腹の部分ね、こうゴールドの塗装があったりですとか、このね、樽のようなね、ボディっていうのも、しっかりと再現されておりまして、意外とね、怪獣ボールのセブンガーの方が、この樽感っていうのがスリムになってて、特空機の、セブンガーの方が丸みを帯びたフォルムになってるんですよね。うん。で、手の部分が顕著に違っていて、4本指なんですよ。ミッキーみたいな感じですかね。4本指なんですよ。っていうところがまず変わっていて、特空機だとほら5本指だし、普通に握るじゃないですか。こんな感じなんですわ。セブンガーの怪獣ボールの方は。この辺もね、しっかりと再現しておりますし、あと腕がちょっと長いところもあるかな。うん。顔つきね。顔つきいいよね。この顔つき、可愛らしいですよね。いや、このシワ感が素晴らしいよね。いやこれはちょっとテンション上がらざるを得ませんよ。ぐるーっと横側行きますと、いいフォルムやね。いやー、でも本当にまさか怪獣ボールの方までセブンが出るなんて、僕はもう夢にも思わなかったので、いやー、なんか僕はもう感無量で言葉が出、感無量でちょっと言葉が出ないぞみたいなことがありますね。いやー、足元、後ろ、後ろ、顔ですね。うん、あ、いいね、セブンガーは特になんか色が多いわけじゃないから、背面塗装がどうのこうのとか、あんまり関係なくていいですね。そして、このチャック感、見えますか？チャック感。じゃんと、特空機1号セブンガーと並べてみると、こんな感じでございます。素晴らしい。涙が出るほどに素晴らしいぞ。いや、しっかりとね、先ほど言った通り、怪獣ボール版の方が細長いんですよ。で、特空機はちょっと丸っこいフォルムなんですね。この辺がしっかりと再現されていますし、やっぱり体色の感じもかなり変わってますね。怪獣ボール版の方がグレー味が強いというか、ちょっと青みというか、
グレーの輝き具合がちょっと違うというか、このモールドの違いですね。いや、むしろね、そう、このセブンガーのシワの、スーツのね、シワのヨレを、メカのモールドとして落とし込むっていうアイデアですよ。いや、田口監督がね、セブンガーをしてくれたおかげで、このね、セブンガーがさ、もう軒並み店舗からさ、店頭から消えて、セブンガーブームになり、ウルトラマン Z 人気がすごいことになり、そして最終的に怪獣ボールセブンガーが特備化として出てしまうっていうこの快挙、もうねですよ。ありがとうございますよ。いやー、感慨深い。この怪獣ボールセブンガーの特備人形もすごいんですけども、さらにですね、こちらのアシュラン、そして怪獣ボールのペーパークラフトっていうものが付属しておりまして、組み立てることによってアシュランが完成するよと、そして怪獣ボールも完成するよというですね、そういった付録も付いております。この辺とかはほんとね、テレビくんっぽいなーっていう可愛らしいね、おまけですよね。でね、漫画の方もね、セブンガーがいろんな怪獣と戦うんですわ。まあ多分この辺は公式的にも情報解禁してるんで大丈夫だと思うんですけど、セブンガー対クレイジー君、セブンガー対イダテンラン、そしてレッドスモーギー、リプラス、そして夢のドリームマッチ、ダブルセブンガー対アシュアっていうね、まあそういったバトルカードなんですよ。まあ、クレイジーゴンだったりだとか、アシュランとか、シール写真ですね、セブンガーが合成してあって、あたかもね、戦ってるみたいな、そういうね、イメージ写真、イメージ画像みたいなのが、この漫画に掲載されてるんですよ。これどうやら田口監督がね、作られたらしいんですけれども、めっちゃ面白いです。いや、一番絵なんだけど、なんかね、綺麗に合成してあってね、これめっちゃおもろいですね。この辺は、基本的には、つぶらやイマジネーションとかの方でも読んでいたので、基本的な内容は知ってるんですけれども、端的なんですよ。基本的に端的なんですよ。やっぱテレビくんの、中に掲載するっていう感じなんで、結構シンプルな、とにかくセブンガーがかっこよくて可愛い。とにかくセブンガーがかっこよくて可愛いのと、あと夢の対決ですね。それほんとクレイジーコンと戦ってる姿とか、バンバン見れますし、あと絵の迫力がね、すごいので、いや、絵がかっこいいですよね。うん、迫力がとにかくすごいんで、絵見てるだけでも楽しくなっちゃいますよね。で、どうやらこの漫画を買うとオリジナルの話もあるみたいなんで、それがまだね、僕は読めてないんですけども、早く読みたいなと思っております。あと、応募者全員サービスで、応募券を送ると、なんかね、T シャツ買えるみたい。で、その T シャツがね、またね、すげえんだわさ。またその T シャツがすげえんだわさ。見せらんないんだけどね、この T シャツね、ちょっと欲しいなって思っちゃうぐらい。セブンガープレミアム T シャツマスで。いや、これ着てたらさ、あ、こいつ、セブンガーの漫画買ったんやって。ね、なんかそういうね、ちょっと感じでもなりますし。セブンガー対レッドスモーキーの T シャツが欲しいな。じゃあ迷うの後でいいや。迷うの後でや。こちらの戦い、セブンガーおすすめでございます。いや、これは本当に、多分ね、すぐ売り切れちゃうというか、これ絶対プレネ化するので、もう今のうち買える、定価でね、買えるうちにね、絶対買った方がいいと思います。新規造形っていうところもミソですし、怪獣ボールのね、セブンガーが、これから手に入ることなんて、もうないかもしれない。ないかもしれない。しかも、パッケージ、箱のパッケージがジオラマみたいになってて、背景として使えるんだ。なんかそういうところが細かいなぁ。いいなぁ。というところでね、本当におすすめでございます。とにかく、セブンガーが可愛い、そしてセブンガー出世おめでとうっていうね、そういう動画でございました。おすすめです。以上、ドキュンスでした。それでは、バイバイ。